皆様ごきげんよう。今日はですね、こちらの高級車で、ドライブしていくということです。行ってみましょう。ミクルさんって車とか持ってるんですか？車持ってないよ。地元とかで車の運転は？地元にいた時はそれ毎日してたけど、東京っていらないじゃん。実際。ちなみにこの車は今日どういった経緯で？いや、高級車って乗ったことないからどんな感じなのかな。乗り心地どうですか？乗り心地いいね。すごいね。なんかやっぱり違いますね。次の試合買ったら高級車買おうかな。何を？まあ、何かは分からんけど、でもとりあえずあんまいらないんだけど。じゃあ買わない方がいい。とりあえずいや、もういいねと思って、こういう感じで。ここの車屋さんなんかレンタルもしてて、はい、こういう高級車を1日いくらかで借りるみたいな。こういうのもいいですね。なんか例えばデートとかね、行くぞとか、はい、でさ、最近のやつですぐなんか機械に頼るやん、ナビとか、はいはいはい、俺お台場行きたいから、まあ初めて行くんだけど、はいはい、勘で行くわ。勘で、うん、あ、だからナビセットされないんですか？うん、そうでしょ。そんな面白い。だって初めから分かってて。あ、じゃあ勘でお台場行くと。うん、未来が見えてる人生でつまらないと思うけど、はい、それと一緒で最初から目的地分かってたらつまんないからさ。お台場って何区だっけ？お台場は港区です。港区結構近っ。あ、見てください。お台場もうこういうことなんですよ。持ってる男っていうのはね、簡単にこうやって行けちゃうわけですよ。本当に？すぐ着いちゃったじゃないですか。あれ、こんな早くこんな早く着く。てか俺もうお台場にいたんじゃないのこれ。あ、そう、でも港区だったんだ、もともと。あ、そういうこと。はい、目的地ちょっと近すぎたね、さすがに。じゃあちょっとお台場走ってみます。走ってみようか。で、今日なんですけど、うん、まあ、ドライブがてら、うん、視聴者さんから、うん、人生相談が、はいはい、結構届いてて、うん、まあ、その中からいくつか、うん、みくるさんにみんなの人生相談に乗っていただく。ああ、俺は回答すると。そうですね。相談です、うん、親は大学へ行けと言うけれど、うん、自分としては俳優になるという夢を実現させるために東京へ行きたいのですが、もしダメだったらどうしようなど考えてしまって、なかなか一歩が踏み出せません。どうすれば一歩を踏み出せるようになりますか、っていう質問ですね。なるほどね。まあ、どのぐらい本気なのかだよね、その俳優になりたいのが。何かに挑戦するときに、ダメだったこととか考えても意味ないと思うんだよね。その挑戦して、ダメだった後に考えたら話したからさ。俺はなんか、どっちが後悔するかで、後悔する方を選ぶべきだと思うんだよね。もし俳優としてやらなかったら後悔するのか、うん、やって後悔するのか、うん、どっちの方が今強いと思うのか、やる前に。なるほど。でも親の意見もそれはもう間違いないことを言ってるから、うん、親っていうのはその自分の子供に安定した方を選んでほしいと思ってるんだろうからさ、まあ、その意見も分かるし。かといってそのやりたいことがあるのに挑戦しずに、その安定を選ぶのも、まあ、男としてちょっとつまんないなっていうのも分かるし、だからやらなかったら後悔する方を選ぶべきなんだなと。こんにちは。楽しい&面白い動画をありがとうございます。一緒やん。いや、アップルとリンゴやんそれ。悩みがあります、うん、自分は柔道初段を持っていて、うん、ガタイはそこそこよく、うん、
目つきが悪く、たまに生きている集団に喧嘩を売られます、喧嘩を売られたらどう対処すればいいでしょうか。手段を持っているので、俺からは殴れません。なんかさ、よく聞くけどさ、なんか格闘技やってたら人殴ったらダメとかさ、手段を持ってるからとか言うけど、別に誰が殴ってもダメだからさ。あの、間違いないです。一般人で、あの、誰が殴っても傷害事件になりますから、別に格闘技やってるからダメとかじゃなく、そもそもがダメなので、自分から殴れない、まあ、正当防衛が成り立てばいいということかな、意見的には。どうなんですかね。まあ、でもはっきり言ってね、そのイキリ集団とか、まあ、集団でになるといきなり強くなるみたいな、そういうやつって結構多いじゃん、だからそういうのってもう絡まれたら負けなんですよ、おそらく。ぶっちゃけ俺だってその辺の10人ぐらいヤンキーが来たら本気出せば倒せるけど、10人ぐらい、だけどやったら負けやん、普通に殴ったら負けやん。ってことはそもそもあの絡まれちゃダメなんだよね。いかに絡まれないように歩くのか。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、この人は絡まれるように歩いちゃってるのかもしれないですね。そう、そこ絶対自分に原因があるわけだから、まあ、目つきが悪いって自分で言ってるけど、それもなんかもっと愛想よくニコニコしながら通り過ぎればいいわけだからさ。なるほど。あともっと隅を歩くとかね、そういう、彼らは天竜人だと思ってるから、自分のこと、だからもう道を開けてあげて、でまあどうぞどうぞって。なるほど。もし絡まれちゃった時はもう謝ろう。謝れば、まあ自分より弱いやつに謝るのはちょっと、まあ、気が引けるというかさ、なんというかムカッとは来るけど、でもまあね、自分より弱いやつに謝られてこう優越感に浸ってるほどかっこ悪いことないからさ。なるほど。まあ、心の中でバカにしてやればいいかなと思うけどね、だからまず絡まれることがダメだから、いかに絡まれないように歩くのか。もう殴る殴られる云々じゃなくて、そう、そこじゃない、絡まれるもうその前の段階で阻止しよう、未然に防げることだからさ、それは。なるほど、まあ、ごもっともですね。絶対に乗り越えられないと判断した壁があって、でもその壁を乗り越えないといけなくなってしまいました。そんな時どうしますか。答え言ってるやん。乗り越えないといけないって言ってるやん。そんな時はもう乗り越えるための努力をするしかないじゃん。仕事が続きません、人間関係などが苦手で嫌になります。ミクルさんは設備などのお仕事をしてたようですが、よしとんな、人間関係など問題はなかったのでしょうか。仕事はできる方だったのでしょうか。いい質問ですね。人間関係ね、まあね、基本的に俺ってすごい友達が少ないというか、もともとなんか八方美人じゃないから、で友達も浅く広くというか、すごい狭く深くで、友達になった人っていうのはすごい大事にするんだけど、まあ、そもそも心を開かないんだよな、あんまり俺人に。で、だからもう嫌いな人なんて言語道断というかさ、そもそも自分から付き合おうと思わないから、もう一切関わりを持たないタイプなんだけど、まあ、確かに仕事って毎日会う場所やん、避けて雇われないというかさ、その人のために辞めるわけにもいかないし、嫌いな人ってどこ行ってもいると思うんだよね、ぶっちゃけ。だからね、その気持ちはすごいわかるし、俺がその前設備の仕事してた時にも、まあ、すごい嫌いな人いたんだけど、なんでムカつくのかっていうことですよ。原因をまず突き止めるというか、で、まあ、例えばだけど、その偉そうだからムカつくみたいな、例えばね、そういう話だったら、まあ、なるべく関わらないようにはできるわけやん、仕事の中で。で、その上で、なんかもう、超えればいいんじゃないと思うけどな、俺。その人より仕事できるようになれば。ああ。なるほど。そしたら、偉そうにはできなくない？まあ、年功序列みたいな考えのやつで、仕事ができないのに、まあ、なんか、
偉そうに言ってくるっていう話なら、それはもう周りが解かないと思うし、何言ってんのってなるよ、普通に仕事ができれば。でもまあ偉そうにしてくる人って仕事ができてるから多分偉そうにしてると思うんだよ、なんか自分にそういう自負があるというかさ、まあ偉そうだけじゃないんだけど、もうなんか根本的に臭いとかさ、こいつ臭いから無理だとかもう生理的に顔が受け付けないとかそういう話だと、まあ見ないようにするとかさ、でまあ臭いっていうのはね、あれテロなんですよ、どうしようもないから。まあ臭いのはちょっと本当に臭い場合はいろいろもう手段考えるしかないね。匿名の手紙を出すとかさ、会社に向けて、あ、なるほど、あなた臭いですねつって、まあ、自分が特定されないように何とか伝える手段を考えるしかないんだよね。まあ、でも逆に何、嫌いなタイプってどういうタイプ？誰ですか？自分、僕です、僕の嫌いなタイプ、なんかその嫌いな人のさ、その特徴とか教えてくれたらなんか解決策を考えたりとか。なるほど、まあ今の件に関しては、まあ、みくるさんが嫌いなタイプ言っちゃってますけど、この人がどんな人が苦手なのかが載ってないですよね。そこが一番重要だから、だからまあ要するに俺のその考え方の根本としては、その人の嫌いな場所はどこなのかっていうのを分析して、その嫌いなとこを直すにはどうしたらいいのか、で回避するにはどうしたらいいのか、まあ、相手ってなかなか直らないからさ、そこを考えるべきだと思うんだよね。これどこ、お台場もう通り過ぎちゃいましたね。お台場はもう特に終わったよ。そんなお台場じゃなくて俺次スカイツリー行くから。スカイツリー、スカイツリーに飛んでいくと。そうだ、なるほど。人を信じやすくてすぐ騙されて、騙されることが多いんですけど、どうしたらそういうのは 見極めれますかと。まあ騙された時のその感じを忘れなければいいんじゃない、反省して。だけどその騙される人ってそれピュアだからさ、そのピュアさというかさ、すごいいいと思うんだけど、俺は好きだけどね、そういう人そのままでいいと、いい人にも巡り合えると思うけど、逆に、まあ、確かにそうですね。そういう騙されるかもしれないけど、もっとそれ以上にいい人に巡り合えると思うから、別にそういうのはまあ直す必要はないと思うけど、まあそういう自分が騙されやすいって分かってることが大事だと思うよ、だからなんかちょっとでも危ないなとか思ったら、まあ友達に相談したりとかさ、すればいいんじゃないかなと思う。友達に聞くっていうのはすごいいいかもしれないですね。まあルイは友を呼ぶってよく言うやん、ピュアにはピュアが集まるからさ、集団で騙されるからさ、だから親とかに聞くのもいいかもしれない。まあ、自分が人生経験が豊富な方とかに聞いて、まあアドバイスをもらうとかね。なるほど。スカイツリーじゃない。やってる。スカイツリーでしょあれ。あれスカイツリー。違うでしょあれは。違う。あんなちっちゃくない。あれスカイツリーなのかな。あれはスカイツリーじゃない。もっと目立つ。普通にもっと目立つでしょ。腹減ったなでも。なんか飯食いたいね。ああいいです、ね。スカイツリー。スカイツリーで。あれはスカイツリーじゃない。違う、でも俺のスカイツリーあれだから。ああなるほど、まあ、あれがスカイツリー。じゃあこれから覚えていただいて、ビルに隠れちゃうぐらいのスカイツリーがあそこにあります。はい、で、まあ、質問なんですけど、みくるさん東京に来てどれぐらいになりますか？2年ぐらい。ああどうですか違いは。違い、そのまあやっぱ地元と人とかも全然違うと思うんですけど。これ何、これ何の音だもん俺。あ、スカイツリーだごめん。スカイツリーやん。完全に僕も初めて見たので、ちょっとヘナコモンなんですいません。
あんだけ言ったよさっき俺をバカにしてたけどさ、あれはスカイツリーじゃない。ビルに隠れちゃうぐらいのスカイツリーがあそこにあります。東京との違いか。まあでも俺あんま東京で遊んでないからさ。ああなるほど。東京来て遊んでないんだよね全く。友達俺一人も作ってないからね。あ、東京に来て、うん。でもなんか感じるとことかはないですか、やっぱり。感じるとこ、うん、感じるとこって何。まあ例えば、まあでもまず空が少ないし、うん、好きじゃないよね東京。あ、好きじゃない。人が多いの好きじゃないし。はい、住み心地はそんなに良くない感じですかね。まあね、あんま好きじゃない。やっぱ慣れ親しんだ地元がいいと。地元が好きだねやっぱり。自由っていう感じ。あ、すごく。あ、ちょっとめちゃでかい。貸してみ。このでかさですよスカイツリー。スカイツリー入る一旦。スカイツリー行ってみます。うん、ちょっとスカイツリー一回登ってみましょう。そう。せっかくだしね。こんにちは。ちょっと普段朝倉未来選手にトレーニングを受けてるんですけど、ちょっとあまりにもきつすぎるんで日頃の恨みを晴らしたいなと、格闘技でちょっとリベンジしてやろうと思ってます。格闘技勝てるわけないでしょ。なるほど。いやいやいや、でもそう、みんな勝てないと思ってると思うんですけど、僕はちょっと今日なんとハンデを考えてきたんで、朝倉未来選手にそのハンデを背負ってもらって僕がどれだけやれるのかっていうことを皆さんにお見せしたいと思います。片手か、多分楽勝で勝てるんだよね。よいしょ。いや、これは、これ勝てるでしょ、さすがに。